キューマキューのレジ君です。ということで最新のアップデートまず見てください。早速登場デデデデデン、最初からクライマックスプライムショットガン。この武器が何なのかと言いますと、説明見ますよ。ショットガン満タンにロードされてるとダメージが増加するセミオートのショットガン。これどういう意味かというと、一発目が爆発するんですよ。いきますよ、一発目 3,2,1 ファイヤー、わかるかな。で2発目いくよ。この音の違いちょっとね、一回俺うるさすぎるよね、黙って打つね。いきますよ、この違い You know man って感じなんで、まあ使い方としてはこうですよ。建築バトル、はい、閉じ込めた、はい、打ってリロードして、はい、打って、はい、この使い方ですね。はい、ワイルドホークさんそうですか。はい、そうですね。はい、 OK でーす。ということで、ダメージがね一体どうなのか、一撃一発目これならワンパンできんじゃないのか、僕はかすかにねそんな希望を持っております。それではやらせていただきます。いきますよ。いやもう見てくださいこのコメント、うわ撃たれたくねえって感じですね。ビチタちょうどここを狙え、ここを狙えみたいな感じですね。いきますね、ワンパンできますように。 3,2,1 イングビジョン185、残念。2発目は2発目から急に弱い、113紫ですからね。おー、なるほどなるほど、皆さんどう思いますか。バキュンバキュン。この武器の欠点やっぱリロードの遅さですよね。見てくださいこの弾込め、遅くない。撃って撃って、弾込めかっちゃんかっちゃん、手が寒いのかな。うん、手が寒いんだね。そしたらね、みんな一発目が強いのは分かったよ、これ一発目がね。じゃあ2発目を至近距離、さっきと同じ条件でやってみましょう。185からの、はい、人生バイバイと手を振ってるところ、バキュンバキュン。4540ダメージも下がっちゃうのね。へえ、結構下がるけど、まあ普通に強いですよね45。まあ今までだったらワンパンできるような今日ダメージですけども、例えばよ、オートショットガンと比べたらどう思います。さあということでね、果たして建築ダメージがどんなものなのかやっていきましょうか。ストライカーポンプショットガンの場合ポン、はい、60ダメージですね。オートショットガンの場合ポン、おお、56かな。こっちの方が減ってる。へえ、そうなんだ。じゃあこれはね、プライムショットガンめちゃくちゃやばいんじゃない、壊れちゃうんじゃないこのレンガ。いきますよ、せーのでポン、おお、100も減った。でも2発目から67、現環境最強と呼ばれたりストライカーポンプショットガンだと175、え、こっちの強くね。結局ポンプじゃねー。まあおさらいすると、この一番上これが点滅してる場所ね、これが強いです。その後の3発は、40ダメージですね。ヘッドショットで言うと40ダメージ、ダメージが下がりますといった感じで、強いと思いますか、弱いと思いますか、ぜひコメントで教えてください。 I love you baby。 そしてお次もまたまた革命的な機能です。皆さんこんな経験してませんか。ロッカーのアイテムのスキンが多すぎて困るよ。俺のお気に入りのスキンどこに行ったんだろう、あのスキンしばらく見てないな、買ったはずなんだけどなって、めちゃくちゃスクロールしてお目当てのスキンが見つからない、そんな時一人は一回は経験してますよね。そんなあなたに朗報です。なんとアーカイブ機能というものが追加されました。例えばですね、私もこのスキン一生使いません、マルコは。これを見てください、右下のアーカイブを押すと、こんな感じでね、はい、アーカイブしますと、アイテムを選んでするとね、見てください、消えました。どこ行ったの、本当に消えちゃった。例えばですよ、このように一気にね、マシュメロとかもう二度と使わねえよ、もうあいつのファンじゃなくなったとかっていう時もあるでしょう。アーカイブします、するともう見て、マシュメロがいなくなってさようなら、ゴミ箱に入ったわけじゃないよね、ちょっと不安になるといった感じでね、気に入ってるスキン以外をね非表示にするって、まああるじゃん、勝手になんか間違えて買っちゃったとか、まあ、もう大きい声じゃいないけどさ、ギフトでもらったけど、まあこれ正直使わないなとかっていうアイテムあるじゃないですか。それをね見えなくすることができます。整理整頓断捨離ミニマリスト、どうもレジ君です。スカルトルーパー以外アーカイブに入れたいと思います、よろしくお願いします。そしてお次ですね、なんと見てください、ストーンブレイカー。これ今までソーとかしか持てなかったじゃん、ストームブレイカーだよこれだよ、ムジョルニアじゃないからね。なんかおかしいなって俺も思ってた、それはねただ自分がにわかなのかなと思ってたんですけども、見てください、どのスキンでもストームブレイカーが持てるようになりましたと。グライダーも同じくね、ストームブレイカーが使えます。見てくださいよこれ、
こんなか弱い、か弱そうな女の子がストーンブレイカー。そうです、人は見た目じゃ何も分かりません。お次はクリエイティブ部門。でやっぱこのグライダーかっこいいね。クリエイティブ見てください皆さん、こちらです。見て、カードルーツリーだって。はい、これもうどういう意味かわかるよね、みんな。行くよ、置くよ。はい、来ましたね。見てください、これからフォートナイトに追加されるだろう。見てくださいよこれ、ほら、ピンクマが現実の木、いや桜なのかっていう、かわいいね。こういうおまんじゅうファミリーマートに売ったら買いたいと思います。そしてなんとね、見て、プライムショットガンのミシックが、クリエイティブにある、バトロワにはあるのかな、まあ、あるんだとしたらまた動画にしますね。これプライムショットガンミシック、ワンパンファイヤーいけんじゃないの。3、2、1、ファイヤー。172。果たして金ポンプと、金ミシックプライ、あ、ミシックプライムショットガンですね、どっちが強いのか。ミシックプライムショットガンいきます。195。ほら195出るじゃないの。まあワンパンじゃないけどね。で現在の金ポンいきます。185。おお、金ポン超えですね。195ですけどね。どうやら噂によるとね、この金色の方がミシックより強いとのことなんで、検証してみたいと思います。いきますぜ、200出んのかって話で来い。197ね。これおい、何やってんだ、全然違うないか。で大事なのはやっぱこの2発目以降が点で弱いっていう、まあ弱くないけどね、弱くないけどね。てな感じでね、皆さん現環境最強なのかな、いや使ってみてください。はい、てな感じでね、ちょっと今回短い動画なんですけど、またね、一つ大事なこと最後に言うと、夏の夏休みクエスト来ます。誰でも簡単すぐできる動画出します。あなたはその時にレジ君と検索するんですか、それとも今チャンネル登録して出てきた瞬間見るんですか。選択は君次第だ。ありがとうジジイ、世界平和を祈ってるぜ。